はい、皆さんこんにちは、清水寿司です。今回はここの角度 X を求めていきます。この問題は意外と難しい、てか難しいです、そういった問題となってます。それではやっていきましょう。はじめ、三角形の内角の和っていうのは180度です。その時に、文字式ちょっと変えていきますね。例えばここをラージ A とか、ここをラージ B、そしてラージ C にしていきます。その時にこの三角形の、内角の和って形なので、こういった形で表すことができます。またここの三角形の内角の和っていうのはこんな風に表すことができます。その次なんですけど、四角形、この四角形っていうのは360度ですね、内角の和。そしたらこの四角を作っていきます。はい、そしたらその次なんですけど、円に内接する四角形っていうのはこの対角っていうのは合わせて180度になります。なぜかというと、中心に表したときに円周角の定理より、ここが 6x、 そして B が 2b という形で表すことができます。合わせて360度で、こういった形になり、2で割ると形になります。なので円に内接する四角形の性質は、こことここ足したら180度ということが証明できます。そしたらこれを ① 番、そしてこれを ② 番、そしてこれを ③ 番にします。そしてこれを ④ 番にします。この時に ① 番、② 番、④ 番を出してから ③ 番引くと ABC が消えます。 4x 足す 5x 足す 3x から 3x を引きます。なので 9x になり、180度が3枚で、そこから360度を引くので180度。ってことは X は、はい、X は20度が正解です。だったら皆さんもやってみてください。それではね、バイバイ。